ご覧の皆様、こんにちは。ポステルと申します。プレイステーション2のゼロ、死生の声ですね。続きからやっていきましょうか。本日もどうぞよろしくお願いします。主人公3人目、天倉系捜査になって、眠りの家の中をさらに探索していく。で、救い出す対象は、ミオちゃんだね。前作の主人公。それを探しながら、眠りの家の中を歩いていくんだけれども、天倉圭君といえば、あれ、あるよね。タンス。タンスで塞がれて進めない通路の先に進むことができるのが男性ってことだったんで、それを頼りに。だがしかし、この俺の頭ではそれがどこだったかすっかり覚えてないっていうね。どこだったかな？確か、この辺りの、上の階の方にあったような気がするんだよね。そこ向かってみよっか。こっちだっけ？東西南北が分からなくなってる男。うわぁ、やめて！カメラないから。どっかにねえかな？遮影機。ああ！なに？陰キャ？今の。死生の巫女だ！まずい！逃げろ！何か強い力で閉ざされている。やばい、隠れるしかない。隠れるってどうやってやるんだっけ？いや、L1 か。とりあえずここにいよう。ここまで来るかな？あ！今の、陰キャがいたところに隠れないといけないんじゃね？ひょっとして。移動するわ。見つかってしまったか？ああ！あっぶね！扉入れるか？それとも強い力だ。あ、いけたいけたいけた、よかった。よかった。あそこ通れないんだ。うぅはははは。ま、すり抜けられることを知ってるんでね。前回で。スルースキル高まったってところか。勝ったな。だけど、どうなんだろう。通れないよね。死生の巫女に見つかってない時でも通れないのかな。別ルート模索しよう。こっちこっちこっち。こっちからでも行けるもんね。多分。開いて。開いた。しゃ。うわっはあれについていけばいいのか。ちょ、SE びっくりするんだけど、マジで。ここから上に行くと、どこに繋がってるんだ？何あれ？あ、死生の巫女か。なんて。あ、いけないんだ。え、あ、違う、死生の巫女じゃないな、あれ、普通の霊だ。あそこのタンスに何かあんのかな、タンス見てたけど。こっちからでも迎えるよね。座敷のある広場。うわ、どんなマップだったかもう全然覚えてないんだけど、俺。まあ、とりあえず行こう。敵と戦う力がないんだけど。うわ、怖怖怖。あ、いけない。まるでいけないな。おのれ。ものすごい力を感じる。ははは。ああ、怖いよ。どのルートだろう。確か、ミクちゃん操作してた時にも、
行けないところ一箇所あったよね。ミクちゃんルート行けるかな。あ、ついてきてる。甘いんだよ。そうはいかの金玉。貴様の呪い攻撃など、あくびが出るぜ。生きてんなぁ、今日も。不安を隠しきれないんだけど。What?こっちから先がミクちゃんルートだよね。ヒブロテ。行けないんだ。他の主人公の空間には行けないってことなのかな?今だけ行けない?ああ!呪詛のようなものが書かれた人形が打ち付けられている。扉から強い気合を感じる。目的地はこっちか。近づいてきてる?フィラメントが青くなったら近づいてきてて、赤くなったら発見状態ってことだ。多分。うわ!これ近づいてきてるね。隠れて様子を伺おう。全然隠られてる気がしないんだけど、これ。ともあれ、道違うような気がするな、こっちは。扉閉ざされてるでしょ?つうことは、このルート自体が間違いだったか。俺、どのルート使って、ここまで来たっけ?あ、なんか、ここだったね、そういえば。着物の間とか、そういうところ経由して、ここまで来たんじゃなかったかな。記憶に乏しい!ともあれ、進むしかあるまい。どこにいる?怖っ。急に目の前から出てくるのやめて。いない。スルーパス。スルーパスってなんだよ、フリーパス。戻ってきたで。だがここの十字路には、死生の巫女が。西側何かしらの手がかりあるかな?こっちも覗いてみよっか、覗けるようであれば。扉を封じてるのって霊かな?そのフロアにいる。除霊すれば先に進めるようになったりとかするかな?アイテム発見。14式フィルムとは一体?僕わかんない。どうやって使うのこれ。潜伏しながら。探索範囲を広げていかないといけないという、この超難易度。たまんねえ!どこ?映んのかなこれ、普通に。あ、映った!出てくんなよ、出てくんなよ、お前。出てこない。メニュー画面ってどうやって開けんだっけ?スタートボタンだったか。あ、ないねこれ、カメラの項目が。この男、戦うことすらままならない。貧弱系か。俺と重なるんだけど。柵の廊下ね。この先に行っちゃうと戻るんだよね。出てこないでよ。出てこないでよ。出てきたら出てきたで美味しいけど。万葉館ね。14式フィルムが、設置されているっていうことは、ルート違うかな、これ。遮影機自体が手に入ってないから、彼が本来来ることを想定されてないマップだったりとかすんのか、これ。ここ行けるかな?やはり閉ざされたまま。ということは、戻るしかあるまい。どっちから来たんだっけ?物置廊下から来たんだっけ、俺。確か。この階段登ってきたんだよね。奥か?入れ墨の祭壇。姿勢の祭壇かな?どっちで呼べばいいんだろう。あ、うん、向こう覗いてくか。向こう側は最終的に、行き止まりになってるから、
それ以上探索範囲広がることないしね。結構迷ってるんで、マップ見ながら行く。迷ってなくてもマップ見ながら行くんだけどね、俺の場合。こういう狭い通路で襲われたら、元も子もないよね。できれば襲われるんなら、広い部屋とかだったら、大きく横に避けてスルーできるからね。できるなら襲わないでほしいけど。このまま優しい世界のまんま目を覚ますことできないかな。いけません！これ戻ってくるときに、デデーンとかってなるんじゃね？あの、ナタ持ったやつを襲いかかってくるんじゃねえの。はい。以前あそこの通路はビビらされたからね。警戒してしまうわ。思った以上に探索範囲が狭くて、どこへ行けばいいのか分かんなくなった。最初はこっち側から来たよね。もう行けるとこないんだけど、ないよね。だって行けそうな通路が軒並み強い力で閉ざされているでしょ。これ参ったよね。どうする、こうする。ここも行けなくなってるってことはないか。あ、だけど、ヒイラギの鍵使ってここ開けてるから、少なくとも戻った先が探索するエリアっていうことはないわけだ。こちら側に進んでいかないといけないってことでしょ。調べられるとこあらかた調べ尽くしたような気がするんだけど。それともどっかに遮影機がある？遮影機があって、あのなんか腕飛ばしてきたやつを除霊、することによって先に進むルートが開拓されたりとかするのかな。ここはもともと行けなかった。こっちはなんだっけ？あ、十字路か。これ参ったね。参ったわ。積んだ。何か進展あるまでカットします。お！さっきの例の女が立っていたところ調べたら遮影機出てきたな。この血のついた服の持ち主のものだろうかと。遮影機と一緒に一冊の本が着物で包むように縛われていた。民族学者の手記へ。はい。この神社に入り半月が経とうとしている。外の雪はまだ降り続いている。この雪が溶けると。誰だろう？強化でいいのかな？ともわかれ、恐ろしく、おそらく、もう戻れないのだろう。男のいらぬ屋敷である今となれば逃げることはできるだろうが、叶うことなら強化を連れていきたいと。これが死生の巫女か、もしかして強化っていうやつ。時折近くの集落から参拝者らしき人々が来る。やはり全ての人々が顔を隠して社の奥へ向かっていくと。沈め歌とか儀式とか用語が出てきたね。遮影機は学者の持ち主へ。パーツ強化レンズ、これを使えば、例の動きを一定時間遅くすることができると。わかった。だけど、使えんのか？お前。例能力あんのか？うっちょいちょいちょいフィラメントか？ただ、遮影機を手に入れたことによって、敵と戦う力は、一応、手に入れることができたな。
では守りから攻め転じるこの男は、とりあえず何か強化しておこうか。範囲感度、とりあえず感度強化しようか。ま、少し強めに感じることができるようになったね。バン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 、そういうのはダメ、そういうのはダメだわ。バンバンだわ。反応してんな。どこだ、こっち。あ、14式しかないんだ、フィルム。ああ、切り替えは十字キーだったか。俺 L1 押してたわ。今 L1、R1 で切り替えようとしてた。なんかのゲームと操作方法がごちゃごちゃになってんだ。あれ、どのあたりだ。こちらの方が反応は強くなってる。吹き抜けから何か調べられるのかな。下の階か、下の階の扉かな。強い力で閉ざされていた。あそこに行けるようになったってことか。遮影機を手に入れることができて、一つ進んだな。他に例の反応はない。ああ、急に出てきそう。だけど。あっ！え、どこ？やっぱり扉だ。遮影機がないと取れないんだ、この人形。写真に何かが浮かび上がった。あ、ヒイラギの鍵手に入れたところだ。それ戻れってことか。怖っ。喋れないんだけど。あー、怖いよー。マジで怖い。やめて、やめて。あー、無事脱出。よかった。一回セーブしよう。進展あるごとにセーブしとかないとね。いつ命を落とすかわかんねえから。特に即死要素のあるやつがね、出たがりがバンバン出てきてるんで。体中入れ墨だらけの反射女が、彼女に捕まると命は途端に落とすもの。なるべくは出会いたくないものだが。どっちだっけ。あ、こっち側の階段だよね。でも一回セーブしときたい。無事にここまでたどり着けたから。全然たどり着いてねえけどな。この行って戻ってくるだけのこのアクションに何分かかってんだ俺。遮影機を入手するだけで動画一本分使う男っていう心霊写真がそのうち撮れそうだわ。あいつは俺には力がある。バンジョビートルーム、ごめんなさい。今の振りかぶる時の声燃えたんだけど俺一瞬。ブハハハイ、消えるでない、消えるでない。こいつは後ずさりながら戦えば全然いけるよね。見えない。壁の中にめり込まれたら鬱陶しいな。え、どこだ。まさかこんなセーブポイントのあるところにも出てこようとは。あ、正面にいる。カメラワークが悪すぎて。いた。やっと捉えることができた。今度はもう逃がさない。かかってこい！うぜぇ！攻撃誘うか！あ、取れなかった。あれ？あえて攻撃誘った方が早いかもしれない。ダメだ。攻撃するときに大きく体を動かすから。やばい、危ねえ。どっち向いてる。地面の中に。こっちから来た。取れねえ。
こいつもしかしてフェイタルフレームのタイミングも短かったりとかするのかな。全体的に性能低いんじゃねえこいつ、キャラクターの。危ねえ、牛の国参りみたいな攻撃してくるんだけど、こいつ。痛い痛い痛い、やめて、あん、危ねえ、地面に潜るでない。敵一体倒すだけでどれだけ時間かかるんだよ。どうだ、あーダメだ、マックスショットって何、こいつほとんどゲージ貯めらんねえのか、もしかして。あ、地面から出てくるの鬱陶しいな。フェイタルフレーム取れないんだけど。そしてフェイタルフレームじゃないとほとんどダメージ与えらんないよねこいつ。あー、特殊技能使うか。あえて使わなくてもこいつフェイタルフレーム狙いに行けるよね。倒した。すっげえ苦戦したわ。ただこの断末魔の叫びは、ちょっとかわいそうな気がしてならない。敵一体倒すだけで、どれだけ手こすっているのか、この男。女の方が霊感が強いとかっていう世界観とかってあったりとかすんのかな、このゲーム。ともあれ、遮影儀を探すだけで精一杯。敵一体倒すだけでも精一杯のこの天倉家。今回はここまでにしておこう。今回はこの辺で勘弁してやるよ。はい。というわけでまた次回、ありがとうございました。